ほな行こか。誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生するホープフルステークス。3番人気には成田大臣、2番人気を紹介しましょう。アドマイヤベガ、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気ハマモクロス。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは3番、11番、17番。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハマモクロス、花を奪っていたのは11番。続いて3番、激しい先頭争い、タンマシン離れて17番、外で14番。第1コーナー回って第2コーナー、先頭をかけます。11番、続きました3番、11番。2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。3番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは3番。このままリードすることができるか。1馬身離れて11番、3馬身離れて17番。4番手にはゴールドシップ、それを見るように6番、キングヘイロー並んでくる。少し離れて成田大臣、内を回って4番、それを見るようにアドマイヤベガ。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ13馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭は3番、1馬身離れて11番、その後ろから17番、4番手にゴールドシップ、さらにキングヘイロー、そして外目を突き出してはアドマイヤベガ。それを見るように4番、その外並んで6番、さらにその外からは成田大臣、内には7番、そしてその後方には2番、差がなく13番、8番、並んできた。外12番、ハマモクロス並んでくる。さらに14番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。17番、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。